箱スカ GTR がありますね。この GTR と言い切っているのはね、なぜかといえばね、この S20 を搭載した Z432 なんですね。4バルブ3キャブツインカムという意味で、すなわち S20 を指すんですよね。おっと、これダッツンコンペだけども、これ1型ですよ。出ましたね、1型のダッツンコンペですよ。皆さん、これこれね、ここにね、箱スカがありますね。グリルの形状から、これ47年式ですね。このね、真ん中にこの豪華なね、あの飾りがしてあるのは47年式の箱スカなんですね。で、グレード 2000GT なんで、このボンネットのモールと、あ、これミラー違いますね。これ GTX のミラーかもわかんないですね。 GT のミラーはもうちょっと簡素なミラーだったと思うんですけども、この辺はね、まあ、あのね、いろいろね、仕様が変わるんでね、何が本物かっていうのがね、ちょっとわかんないんですよね、実はね。本当に特に箱スカの場合ね、1年ごとにね、グリルの形状とかも変わりますしね、仕様がコロコロ変わってね、なかなかマニアでもない限りね、わからないんですよね。で、この箱スカは渡辺ですよね。まあ定番なんだけども、渡辺がかっこいい。まあ R カットはしてないんですけども、これはまあ純正っぽさをね、目指されてると思うんで、これで十分かっこいいと思いますよね。はいね、リアはね、47年式のね、ハニカムグリルですね。47年式はハニカムグリルになるんですね。でね、このフェンダーね、この感じがね、非常にかっこいいですよね。ノーマルのフェンダーでもね、十分かっこいいですよね。で、スネアはね、ナルディに変えられてて、バケットシートにね、変えられてますね。ダッツン風のバケットシートですね。で、ノーマルの内装なんですけども、ビニールがかぶった状態でね、非常にね、綺麗な状態ですよね。リアも破れはないですよね。はい。で、フォードはなんだけども、47年式になるとちょっとね、インパネのデザインが変わるんですよね。この感じね、またウッドとは違った雰囲気になるんですね。というわけでね、シルバーが非常に綺麗な47年式の箱スカ GT でしたね。はい、こちらにね、箱スカ GTR がありますね。もう GTR と言い切っているのはね、なぜかといえばね、このバイザーの部分にね、ちゃんと KPGC10 って書いてるんでね、もうこれはね、まごうことなき GTR ですよね。これでね、嘘の記載をしている人はね、まあいてないと思うんでね、これは、まあ、あの GTR でしょうね。で、2ドアなんでね、46年か47年の GTR ですね。2ドアの箱スカ GTR は生産台数が1200台ね。まあ、あの S20 を搭載した車の中では一番生産されてるんで、弾数はね、意外と多いんですよね。で、オーバーフェンダーはね、後ろだけ装着された、まあもちろんね、 GTR なんでね、正統派の R っていう感じがしますよね。で、色がね、いいですよね。このシルバーなんだけども、ちょっとね、黄色がかった感じ、この感じが僕はね、大好きですね、箱スカは。で、赤の S のマークはね、GTR。で、このオーナーさんね、GTR オーナーズクラブに所属されてるんですよね。で、このリアの感じもかっこいいですよね。まあ、オーバーフェンダーを装着していて、で、定番のね、渡辺ホイールと。この感じがかっこいいですね。で、 GTR なんで、 GTR のバッジに板っぱねという感じですよね。で、当然白ガラスですよね。この車はね、ロール形状組まれてますね。
で、ステアリングがマッハですよ。マッハステアリング、昔のね、競技用のステアリングですね。これもね、非常に、まあおそらくね、復刻版だと思われるんですけどもね、復刻版でももう数がそんなにないんじゃないでしょうかね。で、センターコンソールはね、これワンオフで作られてますね。プッシュボタン式で始動するような感じで、今風のね感じになってますね。で、シートもね交換されてますよね。フルバケットシート、まあノーマルのね GTR もねバケットシートなんだけども、よりホールド性を高めたね、オートロックでしょうかね、オートロックっぽいバケットシートが装着されてますね。室内はねでも綺麗ですよ。で、当然 R なんでね、ラジオとかクーラーなんかのところにね目くらぶたがしているんですよね。で、メーターは240キロを刻んでて、でタコメーターも1万回転までね、これはもう GTR なんでそういう仕様になってるんですよね。というわけでね、シルバーかっこいい正統派のハコスカ GTR でしたね。はい、ここにねシルバーの Z がある。実はねこの Z 僕撮影させていただいたことがあるんですよ。そうなんです、ここに見れば、ここを見ればね分かっていただけると思うんですけども、これね Z432 なんですね。 S20 を搭載した Z432 なんですね。まあ432という意味はね、4バルブ3キャブツインカムという意味で、すなわち S20 を指すんですよね。なので432という名前、生産台数はねわずか419台というね、非常に貴重なねフェアリディ Z なんですね。まあ、この個体はね撮らせていただいてね、お世話になりました。で、今回もちょっとね来られてたので撮らせていただきますね。で、このシルバーってね、僕 Z にはね非常に珍しい色なんで、塗られてるのかなと思ったら、これね純正色らしいんですよね。このシルバーっていうのはね非常に綺麗なシルバーですね。で、内装はねウッドのねダッツンコンペ風というんでしょうかね、穴の開いてないスポークはいわゆる1型と呼ばれるタイプのダッツンコンペなんですね。で、この車でね驚いたのはね、シフトのね後ろにね2本ねレバーがあるじゃないですか。あれ一つはチョークなんですけども、一つはスロットルといって、あれね実はね今でいうオートクルーズ機能なんですね。アクセルワイヤーを固定することによって、まあ60キロなら60キロでねずっと走ることができるというね、そんな機能がね、これもう50年前の車ですよ。50年前の車なのにねオートクルーズ機能がね搭載されていたというね、非常に驚きのモデルだったんですね。で、まあ、純正でねラジオとかねカセットついてるんですけども、まず432にね純正でそういう機能がついてるっていうことも驚きなんですけども、カセットね実は8トラなんですよね。8トラのカセットがね純正というね。ハーディスコもねのぞきもね、レーザーディスコは何者だ。8トラなんてね昔のカラオケでしかね見たことがなかったですけども、まあオーナーさんはねこの8トラを聞きながらねこの車を運転していただいていうことで、まあ今でもね現役なんでしょうね、まだ使えると思いますね。ただね8トラのカセットが存在するかどうかっていうのはちょっとわかんないですけどね。はい、まあGTR なんかはねこういう無駄な装備はねオプションなんだけども、こういう機能がね432は純正だというね驚きですよね。ただ432R っていうのがあるんですよ。さらにね30台から50台しか製造されてなかったという 432R にはさすがにね純正オプションだったということですね。で、432なんだけどもこう熱線があるというね。で、これが 432R になるとアクリルガラスになるんですよね、少しでも軽量化するために。で、まあ、Z といえばこのビューですね、縦出しのデュアルマウント。で、432はね
まあ、30系というんでしょうかね、オーバーフェンダーはつかないですよね。はい、それでもこのリアスポイラーがね、戦闘的な感じですよね。しっかり432というエンブレムも ついてますよね。貴重な個体というわけでね、 S20 を搭載した非常に貴重なフェアレディ Z、 それが Z432 なんですね。はいはい、こちらにもね Z がありますね。このカラーリングを見ればね、こちらもね Z432 だということはね分かりますよね。この車も撮影したことがあると思うんですけども、これもね本物の Z432 なんですよ。はい、ここにエンブレムがありますよね。で Z432 といえばね、このカラーリングを思い出す方が多いんじゃないでしょうか。このオレンジ色のボディにね、ボンネットが黒になっている、これね何かといえばね、これあの Z432R というね、さらにね貴重な戦う車があるんですよ。それの純正色が、専用カラーがこのオレンジに黒のボンネットなんですよね。なのでまあこのカラーリングをね見れば、これが 432R だということが分かるんですよね。だからおそらくこの個体はカラーリングを、まあ、R カラーにしてるんだと思うんですけども、まあ、その証拠にねちょっとこのオレンジがね薄いというんでしょうかね、本物はもうちょっと濃いオレンジなんですよね。で渡辺ホイール、もうね 432R はねこの渡辺しか似合わないと言っても過言ではないですよね。本物は純正のねアルミホイールがあるんですよ、 Z432 純正のやつが。でもね渡辺が非常に似合う。で室内はね、ダッツン、おっとこれダッツンコンベだけども、これ1型ですよ。出ましたね、1型のダッツンコンベですよ皆さん。これこれねちょっと見えるかな、あのねスポークの部分がね穴が開いてないでしょ。穴が開いてないということは本当にね最初期のね1型のダッツンコンベなんですよ。これ確かね、なんで穴が開くようになったかっつうと、クラッシュした時に穴が開いてる方が安全だということで、そういう安全基準が変わったんですよね。だから穴が開いていくんですけども、これが穴が開いてないタイプ、僕初めて見ましたねこのダッツンコンベでね。でホームボタンもね、まあ、Z のホームボタンなんだけども非常に年季の入った感じですよね。はい、で室内を見るとおそらくこれはね、まあ、あの 432R ではなく普通の432だということが推測されますよね。っていうのはあのシフトの後ろにね、あのオートクルーズのやつとかねついてるんで、これは R ではないですよね。 R になるとね、あそこ鍵穴になるんですよ。はい、その違いがあるんですよね。 R ってのは本当にレーシングカーなんですよね。でもねこのシートはねダッツンバケットにね交換されてて、非常にスパルタンな内装になってますよね。でねこの432もね縦出しのデュアルマフラーで、渡辺がね非常にねきっちり決まっててね、かっこいいなと思いますよね。いつも2台なら3台よ。でちゃんとねこの432のねエンブレムがねついてますよね。というわけでね、432R カラーがかっこいい Z432 でしたね。ホンダライフですね、これね、ライフがありますね。ちょっとやんちゃな感じですね、これね。こちらにもね、ホンダのライフがありましたね。こちらは一点ノーマルですね。はい、こちらにね、27のトレノがありますね。非常に綺麗なモスグリーンなんで、塗装されてるんじゃないでしょうかね。ここにもね、セリカリフトバッグがありますね。こちらはチンスポがついてないタイプ。白のリフトバッグはね3代目なんですけどもね、このリフトバッグはねやんちゃですよ。オーバーフェンダーを装着してね、チンスポを装着しているというやんちゃな仕様になってますよね。